ねえ、会いたいとやっぱり思ってしまう。ねえ、どうして顔見て好きだよと言いたいだけなのに、デートの約束なんてもうどうでもいいから、私の頬をつねって笑ってよ。バカだなって言い返してよ。70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人、もしも遠く離れメッセージも届かない、そんな日でも朝焼けに二人で結んだ心と心をつなぎ合う糸が呼吸を繰り返し途切れないと信じてるから、さよならはまた言わないよ。元気にしているかな、コンビニで買ったノートに二人で書いたすごろく、僕の駒はフィギュアで、君のはなぜかヘアゴム、これでヒーローを倒すのよって欲を出して自慢げにするくせに、カーテンの隙間は少しでも怖い、本当君らしい、その君らしさにこれからもずっと寄り添っていたい。70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人、もしも遠く離れメッセージも届かない、そんな日でも冬にあげたネックレスしてゆらりゆらり舞う花びらと同じ色に照れるファインダー越しを財布にしまって変わらず持ち歩いてると思う。あなたが止めた交換の音には最後の最後まで私ね、今日もつけてるわそのネックレス。
70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人、もしも遠く離れメッセージも届かない、そんな日でも息から伸びる細い船にしがみついてる私みたいな花びらが夢のゆらりいつれ舞うの、でもね来年もまたあなたの元へ咲くの、ねえねえチェリーブロッサー愛してる。ありがとうございます。ああ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。何時までやってますか？ですね、9時半ぐらいまでやってます。2時間ぐらい。はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。あの寒いんで、温まってください。わかりました。ありがとうございます。